ドイツ3日前です。朝ごはんです。今日はまだ仕事があるんですが、ドイツのポップ関係ですかね、ポスターとかをちょっと先にデータ作りたいと思います。あと3日です。ドイツ、ちょっと原稿を進めたいと思います。机の上はこんな感じの風景になってます。ドイツ2日前です。これがチケットです。ポラリス、しんのすけ、うちだ。あとポップを作ったので、これも印刷してきました。このドイツ語で書いたんですけど、合ってるかわかんないです。海外旅行保険の一応日本語版と英語版ですね、念のため印刷してます。めちゃくちゃ早起きしたので原稿をやりたいと思います。イラストを1枚描かないといけなくなってしまったので、今日中か、明日もドイツ前日なので明日の午前中には終わらせたいんですが、いやー2時か、今日行けたら。いやでも色も多分塗らないとなので、やばいですね、やばいな。時間がないので夕飯はカップ麺になります。おはようございます。10月25日火曜日、ドイツ前日です。イラストの仕事がまだ終わっていないのでやりたいと思います。もう24時間後には家を出ています。ドイツまで長いです。最終日、今日イラスト一件納品とパッキングですかね、準備していきたいと思います。遅い朝ごはんにしたいと思います。今日は冷凍のチキンライスです。この後パッキングの準備をしていきたいと思います。はい、前日ということでモバイル Wi-Fi が届きました。これに一式入ってます。これが変換用プラグと、これが充電ですね。海外なので変換用プラグにあちらを挿して、これが本体ですね。除菌済みとなってます。はい、ではざっと荷物をまとめました。こちらが機内持ち込み用ですね。バッテリーとあと液体類はそれぞれジップロックに入れてあります。こうすると保安検査場がすごいスムーズに通れます。でこれが GoPro で、予備のカロリーメイトとさっきのモバイル Wi-Fi ですね。であとストールです。でここに、イベントのライブペイントの時に着る衣装が入ってます。スーツケースに入れてもしなくなっちゃった際、ロストバゲージした時にちょっと衣装ないと困るので、これは機内持ち込みで入れていきます。でこの中にちょっと GoPro のマウント系もまとめて入れてあります。あとマッキ類ですね。これも同じくスーツケースにメインのペン入れ入ってるんですけども、もしロストした時に絵がね描けなくなっちゃうので、こっちも、最悪これがあればできるようにという最低限も手荷物の、リュックに入れていきます。こんな感じですね。あとこっちの小さいバッグには流せるポケットティッシュと、あと除菌シートですね。薬などそういった細々したものを入れてあります。そんな感じです。では詰めていきましょう。はい、パンパンですね。ぴったり収まりました。こんな感じでぎゅうぎゅうに詰めていきます。
これでだいたい12キロぐらいでしたかね、重さは。23キロまで一応 OK となってます。ちょっと機械トラブルで2枚目のチケットが出てこなくなりました。